はい、えー、こんにちは、豊田のともです。えー、それではですね、えー、今日は、ビジョナルとですね、2から、まあ、どっちもですね、9月14日に決算ありますので、えー、ちょっとですね、またチャートを確認していこうと思うんですけれども、まあ、その前にですね、今日の日経平均株価というところで、えー、228円、えー、プラスということで、えー、まあ、トピックスも強かったですね、23.98ポイント、プラスというところですね。まあ、わざわざね、ちょっと相変わらず、いまいち資金が入らないという感じで、えー、まあ、でも全体相場としてはですね、非常にいい試合だったかなというふうには思っております。 います、えー、特にですね、えー、まあ、業種別というところで、えー、見ていきますと鉄鋼、それから海運ですね、えー、この辺もすごかったですし、まあ、トヨタはじめとしてですね輸送用機器、まあ、この辺もです、ね、かなり強かったですよね。き、まあ、昨日海運のね、えー、大手3社、ですね動画を出させてもらいましたけども、まあ、寄り付からですね、えー、エントリーした方っていうのはかなりですね利益が取れたんじゃないかなと思います。 まあ、特にですね川崎線、えー、結構ね、えー、かなり重症上昇しておりましたので、まあ、非常にですね、えー、デートレでもスイングでも取りやすい銘柄に今なっているのかなというふうに思いますので、まあ、引き続きですねそちらはそちらで、えー、注目をしていきたいなと思っております。 でまずですね、えー、ビジョナルからですね、い、えー、きたいと思います、まあ。ビジョナルはですね、えー、次がですね、9月14日、あ本決算、ね、発表ということになりますので、非常に注目ですね。そして来期の見通しっていうところも出してくる可能性がありますので、まあ、そちらにもね、注目をしておきたいというところですね。で第3クォーターまでで81.8%という更新直立になっておりますので、えーまあ、これですね、本決算、あまあ、どんな、ね、数字を出してくるのかっていうところですね。まあ、ビズリーチの会社ですね。 それからですね、エニーカラーの方も見ておきましょう。エニーカラーはですね、第一四半期決算が9月14日に出るというような感じですね。まあ、前期が102.7%という進捗で来ていますので、まあ、これをですね、上回るような形で来れるのかどうかっていうところですね、まあ、今期の最新会社予想でいきますと、まあ、前期に比べてですね、かなり上、上振れをですね予想していて、コンセンサスはさらにその上を予想しているという状況なので、まあ、問題、このコンセンサス、高いコンセンサスを乗り越えてこれる かどうか、まあここはですね非常に注目点かなと思います。まあ8月に出ましたカバーの決算もですねまあ非常に良いものだったかなとは思いますので、えー、まあ、それにねヘニーからも続いていけるかっていうところをかなと思います。 はいではですね、ちょっとビジョナルの方からチャート見ていきますと、まあ、実はですね、ビジョナルの円にからすごい似てますあの、チャートがですね。なので、こう一緒に見てるとですね、どっちかわからなくなるぐらいなんですけれども、まあ、ビジョナルに関してはですね、まず横軸のライン、これがですね、7百6 0円ぐらい、まあ、7500円ぐらいがね、一応節目になっているのかな、レジサポの節目になっているかなと思いますので、まあ、今ですね、ちょっと真上がですね、 えー、この出来高だまりというところで重たくなっていて、き、まあ、今日もです、ね、下落をしておりましたが、まあ、下落幅というところは限定的というところで、押、まあ、し目は積極的にです、ね、狙っていっていいラインなのかなというふうには思っております、ね。ここのの円ぐらいいラインっていうとうですね でここで、えーまあ、エントリーをしていくと、まあ、8170円、直近のこの高値とか、ですねあとはこの出来,高出来高だまりを抜けたあ,あたりというところは、ですね一応、おしめ買いというところ、おそれから、えーまあ、上に上がってきた際には追跡というところのポイントにもなるかなと思いますので、まあ、この辺からですね、えーまあ、ここまで上がってくるというのはちょっと難しいかもしれないですけども、おまあ、決算をまたがないという前提で僕はだいたい言ってますので、だ、ま、い、あ、たい8500円ぐらい、この辺のラインというのは、一応、 目指ししてててていいいけけるののかなととと思思っっまますすでちょっと参考にしてみていただければと思いますで、えっと、ビジョナルに関してなんですけども、カ、まあ、空売りの状況を見ていきますと、少しですね期間を織り出しているのかなという感じはしているんですよね。これが新規で空売りがまた入ってくるかっていうのは、ですね、えー、毎日更新されていきますので、これは引き続きですね注目をする必要があるかなと思います。あと、懸念材料としては、信用買い、これがですね結構多いですね。 まあ先週が先々週かあ、これは5月じゃないです。8月25日なんで、先々週なんで、まあ、明日ですね、えー、最新の信用外の情報出ますので、そちらも要注目という感じになりますが、 まあ8月25日の段階でいきますと、52万株というところなので、今の常時出来高の10万、20万というところからすると、ちょっと多いなというようなところは感じるところではあります。まあ、ただですね、一応信用買いのところでいきますと、今の価格帯よりも下で持っている人もまあ結構多いということを考えて、あと8000とかはかなり多いですね。えー、なので、8000のところはちょっとですね上値が重たいというような、そういう見方で見ておくといいのかなというふうには思っております。 なので、ちょっと信用外の重たさはありますので、えー、利確売りがドカッとね、えー、来るようなタイミングっていうところではですね、えー、ちょっと要注目というところではあるかなと思いますが、まあ、今のところ決算の方日まではですね、えーまあ、上目線というところで見ていいのかなと思っております。はい、そしてですね、 2からの子ですね、こちらもすごいシャーに似ているんですけれども、き、まあ、今日の足でですね明確にこの下落のトレンドライン、まあ、水色のラインですね、これを上に抜けてきたというようなところですね。で横軸で見ていきますと、ずっとですねこのサポートとして機能していたり、レジスタンスとして機能している、このラインが3500円付近のラインになるかなと思いますので、このラインをですね背にする形で上昇っていうのをですねやっていくのがいいのかなと思います。 でまあ、前回のですね、6月の決算の時も、やっぱり決算前っていうところで,ですね、ちょっと期待感から上げているような、まあ、そういった流れっていうのがありましたよね。っていうところを見ていくと、まあ、このような感じでですね、今回も上昇してきているので、もう少し一段高までですね、目指せるといいのかなというふうに思っております。 まあ信用買いという意味で言うと、やっぱりこちらも重いんですけども、7月末に株式分割をしていることで、ちょっと今まで買えなかったなという人たち、手が出なかったなという人たちも、2分割したところで,で、ちょっと買ってみようかという期待感というのは、以前にも増している可能性というのもあるかなとは思っているので、そういったところで見ていきますと、目標株価としては4115円、この直近の高値でダブルトップつけたところですね、これのところまで目指せるといいのかなと、さらに高値いきますと4400円とか、この辺のあるんですけど、 ちょっとここはまだ遠い気がするので、えー、少なくともですねこの4100円ぐらいのラインというところを目指してですね、押し目買いというところをやっていくといいのかなというふうには思っております。で、エ、ま、ニ、あえー、カラーですね、エニカラーに関しても、ちょっと信用の状況を見ていきますと、まあ、こちらもですねやはり信用買い、かなり多い状況になってます。437万株というようなところで、まあ、出来高がですね大体150から200いかないぐらい。 が常時的高になりますので、まあ、かなり信用買いも多いと。そして加えてですね、えー、機関投資家の空売りっていうところを見ますと、大体いい3社がですね、えー、空売りを直近でも結構仕掛けているような状況になりますので、まあ、個人対機関という。 構図っていうの、ね、できていいいいうううののねできるかなというふうには思いますただですね、エニカラーの個人の信用買いというところで言いますと、ほとんどが3500円付近、まあ結構下のところで買っている人っていうのが、まあ、だいぶ多いのかなというような感じはあのしているので、まあそういう意味で言いますと、えー、今の価格帯のところ、この価格帯で結構持っている人が多いので、これより下に押すとですねちょっと苦しくなるんですよね。もう一回例えば3000円ぐらいまで押しちゃうと、これはかなり苦しいなとなるんですが、今抜けてきているという状況を見ますと、 上を目指しやすい展開にはだいぶ改善はされているのかなと思いますので、ちょっとこのラインですね、この3545あるいは50円かな、この辺のラインというのは死守するということを前提として上を目指すという形に、2らに関してはした方がいいのかなと思っていますね、これを押し下げるようでしたら、ちょっと一回撤退をするというようなことも考えつつ、ちょっと半身で構えるというようなイメージかなと思っております。 まあでも一時期のですねこの重たい雰囲気のこの相場っていうところに比べたらですね今日とかも えー、日中足とかで見ていきますとね、えー、5分足で例えば見ていきますと、しっかりとですねこの高値圏っていうところを、ね、維持できていますよね、一日を通してね、寄り付きで上がっていって高値圏を維持するっていうところがあ,、まあ綺麗にできているのかなと思いますし、えー、先週のですね9月1日に関しても寄、ね、寄り付きは上がっていって高値圏で、えー、引けるというようなところで、まあ、ずいぶブ v, v アップラインですね、この水色の V アップラインを下回らない形で推移できているっていうところで、まあ、かなりですね、えー、印象っていうところ ここでは相場感ね変わっているのかなと思うのでまあ、引き続きですねこの決算日9月14日までですね注目をして見ていく2銘柄かなというふうに思っております。 はい。ということで、えー、今回はですね、えー、ビジョナルとエニーから9月の14日、どちらも決算発表ということで、えーまあ、ちょっとね、えー、グロースケ、あまり今ね、人気がないというか、資金が入ってこない中で、ちょっとこの2つがね、押し上げてきてくれると、まあ、いいのかなというふうには思っておりますね。う というところで、えー、皆さんはね、この2名柄、どんな風な印象をお持ちでしょうかね。ちょっと決算を、まあ、どんな風に期待しているか、あるいはですね、えー、シナリオとかね、えー、どんな風に考えておられるか、コメントでですね、えー、もしよろしければ教えていただけると嬉しいなという風に思っております。はい、ということで、えー、今回はですね、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければですね、えー、高評価ボタン、それからチャンネル登録もね、まだの方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。